は1月25日、今時間は10時半頃ですね。後ろ見て分かる通り、新弥生登山道入り口1号目に来ております。そうです、県内最高峰岩木山ですね。今日はちょっと別のコース、百沢ルートで上がろうと思ったんですが、ご覧の通りちょっと天気が大荒れ、良くないので、百沢スキー場もちょっと考えたんですけど、やっぱ登りたいということで、あと津軽の仲間から樹林帯の方がいいよってことなんで弥生にしました。ここはもう上から下までずっと樹林帯なんで、まあ、あのオープンバーまで行かなければです。なのでちょっとまあ時間決めて2時間ぐらい俳句して、まあ、それでも樹林帯抜けないと思うんで、そこから1本滑って今日は軽く終わろうと思います。はい、さあ本日もスタートです。今日のラッセルはねこのぐらいです。 10から15センチぐらいかな。結構閉まった新雪が入ってます。昨日結構降ったっすからね、こちらの方も降ったんでしょうね。はい、進んでいきます。上の方はもっと深いだろうな。はい、2号目に到着です。結構ねまだやっぱ木が多いですね。でも藪まではいかないですよ、全然遅れる感じ。はい、30分ほど経過したので1回目の休憩です。はい、いい感じに雪は入ってるがやっぱり木が多いですね。はい、青空が少し見えてきたぞ。よっしゃ、いい傾向だ。進んでいきます。はい、約1時間ほどで3号目到着です。もう氷柱は埋まってます。今ちょっと掘り出しました。頭だけ見えてたんでラッキーでした、見つけました。でこの辺からちょっと吹雪が強い、やっぱデカ尾根になってきたんで、どうかな、もうちょい行ってみて危ないようならもうやめてドロップしようかと思います。まあこの後また樹林帯濃くなるんで大丈夫かもしれないし、とりあえずちょっと進んでみます。はい、現在標高 700m 超えました。こっからちょうど急になるんですよね。はい、でもうちょい行きたいとこなんですが、すげえ風なんですよ。トレースももう埋まってますね、多分。ちょっと危険な匂いがしてきたな。ああ、でもこの急なとこ滑りたいんで、ここだけ上がって、もうドロップしようと思います。ちょうど12時ぐらいになると思うんで、ちょうどいいと思います。はい、現在地標高800メーター地点。もう12時になりました。今日はもう12時で下山と決めてたんで、ここからドロップしようと思います。いや、気持ちがいいぞ、これは。はい、じゃあ滑走モードに切り替え。よし、じゃあ弥生ルート、標高800メートルからドロップします。よし、ドロップ。ふぅ、うわぁ、
テープがある。もう一度リューファイします。いいとこです。ここから別をね、番号表示見つけられなかったね。オッケーオッケー、大丈夫。こんな急なとこあったっけなと思って、あって。うわうわぁ、ジャンプした。わかんなかった。なんか沢に入っちゃったけど、合ってる？この左手の尾根が正解でしたまあいいや、どっかで合流します。うわ沢越え、よし、これで合流ですね。ちょっと矢部が濃いとこに入ってしまった。登山道を外れるとやっぱこういうことになるんですね。まあハイシーズンなら埋まるんでしょうけど、ちょっとね沢目に入りすぎてルートを間違えて今登り返しました。いや気持ちいいとね変な方行っちゃうんですよね、この弥生コースって。危ない、気をつけないと、はあ、二度と戻れなくなる人よっしゃー、ここも雪いいよ、すげえ超いいわ、柔らかい。半斜面だけどね、浮遊感半端ねえよ。あ、とりあえず残ってんじゃん、とりあえず残り。簡単面です、終わりが近い、あーもう見えちゃった登山口です。見つけた、ほい、うわっ、帰ってきましたよ、疲れたけど気持ちよかった。ただいま、はい、弥生憩いの広場まで無事戻ってまいりました。今日は、風が強いというので、弥生の
コース人員帯を使って800メーターまで標高を上げて、そこからドロップしました。もう雪は終始パウパウ、最高でしたね。ふわふわ浮いてるみたいで最高でした。ただちょっと気持ちよくなりすぎて、沢目に落としてレートをミスしました。弥生では前を一回間違えてる、違うところで間違えたんですけど、はい、注意しないとですね。こういう積雪が多い時は自分のあのトレースが消えちゃうんで、追っかけれなくなっちゃって、結構こういうことが起こります。注意しようと思います。はい、ということで今日はこの辺で終了です。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。